全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、10番ベッドメリッシュずっと前につけました。16番スノーボールドラン先頭に入れ替わります。その後は11番ヌマッテ、18番インディペンデンス後位につけています。各馬1コーナーを目指します。内押さえて13番スカーレットキング、3番竹の大歌気温、続きまして14番アストラゼネカ、内から7番テイオータイガー、5番レッグーザ、この辺りが中段。4馬身相手1番ヒットエッセンス、その外6番アキタコマチドライ、2コーナーを抜けて向こう正面外から15番アクセルフェアリー、これを見るように内側4番ミラーブルーライン、続きまして9番エリザベススマイル。1000m の通過タイムは1分0秒5。外を抑えて12番ナンバーマルコ、続きまして17番ストリートダンサー、内から2番ケイコスーター、8番ジュエルハミング、やや離れて最後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はスノーボールドラン、後ろに18番インディペンデンス、13番スカーレットキング、後位をキープ。各馬大欅の向こうを通過。11番ムバッテ後位につけました。1番人気10番ベッロベリッシもこの位置からの競馬、内押さえて3番竹の大歌気温、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。先頭スノーボールドラン、残り400を切ってスノーボールドラン、その後からインディペンデンス、スノーボールドラン粘っている、迫るスカーレットキング、インディペンデンスかわして先頭、 200m を通過した、インディペンデンス粘っている、インディペンデンス、インディペンデンス先頭でゴリ、勝ったのはインディペンデンス、鞍上は海老名正義騎手。インディペンデンスブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着以下は混戦となりました。